続いてはオノスタのコーナーです。今回はユーロブレッツァ社の中からフィアットについてご紹介いただきます。お話を伺うのはフィアットアバルト高前の原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今回はフィアットのどんなお車をご紹介いただけるんですか。はい、今回私がご紹介させていただく車両は5月に発表されたフィアット初のスライドドアミニバンドブルをご紹介させていただきます。前回は確か電気自動車 500e をご紹介いただいたんですが、はい、今回は初のミニバンの登場となりますね。はい、楽しみです。ありがとうございます。今回のドブロは遊べて、お使いできる楽しい車となっております。広い空間と抜群の積載量を持ち、ご家族様や、ご友人様とどこへでも楽しくドライブできる多目的な車となっております。イタリア本国ではパトカー、タクシー、救急車などプロフェッショナルカーとして活躍する一方で、おしゃれで実用的なプライベートカーとしても人気があります。そうなんですね。はい、あの車の外観見た印象ですと、はい、これまでのフィアットの可愛らしい印象とはだいぶ違ったなと思いましたが。そうですね、どうしてもフィアットのイメージは可愛らしさっていうところが、イメージとして湧くと思いますが、今回は見た目はちょっとお兄さんのような、はい、あのかっこよく仕上がってるデザインとはなっています。お兄さんっていう表現いいですね。ありがとうございます。はい、いろんな魅力があるかと思うんですが、はい、その中のいくつかをご紹介いただけますか。はい、今回のドブロは、内装ブラックで各部をコーディネートすることで静観でクールなスタイルとなっております。立体駐車場も利用可能なボディサイズで、街中のドライブも安心です。パワフルで燃費に優れた 1.5 リッタークリーンディーゼルエンジンは静かで排気ガスもクリーンです。太いトルクがあることによって力強い走りが魅力的です。燃費に関しましては、軽油で燃料代も安く、経済的に走ることができます。ランニングコストに大変優れている車両で、いろいろな場所へお出かけするには最高の一台となっております。はい、まさにご家族でお出かけにはぴったりのお車ですね。はい、パワフルでそして燃費もいいっていうのも嬉しいですよね。そうですね、はい、本当にご家族様の、ご旅行であったり、ただ目的地まで行くあのものではなく、趣味車として、お使いいただくポイントが、はい、あのお選びするポイントかなと思います。そうなんですね。はい、いや走り心地の方も私も気になりました。試乗とかしてみたいですね。すごく走りやすいので、ぜひあのショールームでは試乗車をご用意しておりますので、ぜひご来店いただきドブロをご体感ください。今回ご紹介させていただいた車両が5人乗りでございますが、ショールームには7人乗りも展示しておりますので、ぜひお時間あのございましたら皆様足を運んでいただけたらと思います。ドブロはご家族様やご友人様と一緒にたくさんの荷物を積んでどこへでも楽しくドライブできる車でございます。それでは最後にショールームへのアクセスと PR をお願いします。はい、フィアットアバルト高前は関越自動車道前橋インターチェンジから国道17号バイパスを高崎方面へお車で5分の位置にございます。ショールームではフィアットアバルトの各展示車試乗車をご用意しておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。スタッフ一同心よりお待ちしております。ここまでフィアットのドブロについて原さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。